薬学詞または薬師は薬学の歴史、薬理学、薬草の歴史、医学史と重なる。薬草などの利用は人類史の初期の頃からあったと考えられているが、確実に薬品の存在を証明することができるのは紀元前5000年以後ではないかとされている。薬学の歴史は経験的、合理的あるいは科学的な根拠に基づくものだけではなく、 宗教的、呪術的あるいは魔術的な根拠をもとにした薬品作りが行われ、この二つの流れが集合したり対立したりすることで発達していった。古い時代の薬品は内服、外用の他にお守りのように身につけて病気をもたらす邪悪な気を払うという利用も行われた。今日でも内服、服用といった服という字が用いられる例があるのもそうした風習の 名残と言われている。古代エジプトにおいては、紀元前1550年頃の著作と推定されている約700種の薬品が記録されたパピルス文書が発見されている。古代ギリシアにおいては、ヒポクラテス医学が400種の薬を使用したとされ、また、紀元前300年頃に活躍した哲学者、博物学者のテオフラストスの著書、植物史、 第9巻に薬草に関する記事が記され、続いて、ローマ皇帝ネーロに仕えたペダニウスディオスコリデスのマテリアメリカは中世、近世の中近東及びヨーロッパに大きな影響を与えた。中国においては伝説上の王である神農が薬となる植物を判別したとされる。続いて、院の料理人であったコレマサが、その料理の技術を工夫して、湯液を作り、さらに、 それを政治にも応用したと伝えられている。これらは伝説であるが、食事と医療の結びつける伝承は後世における薬膳に通じる側面がある。漢助講師史には、前漢の剣士2年に、本蔵町省という官職が設置されたと記されており、この時代には、本蔵という言葉が生じていた。遅くても五漢時代には、中国最古の本蔵学の書である。 新能本像業が編纂され、後に、針の投稿系によって注釈書が書かれて、以後の本像学の基本とされた。また、宋の雷が法性についてまとめた、雷光、放射論を表し、また繋ぎにあたる、練り合材などにも工夫が加えられた。本像業失注や、それに続く、新修本像は、日本にも伝来した。以後も、中国の本像学は、 漢方薬及び法材学と共に発展を続け、16世紀後期に理事鎮が出した本草項目は、その最高峰というべき書き物であり、江戸時代初めの日本に伝来したほか、周辺諸国のみならず、ヨーロッパでも翻訳された。また、古代、中世においては、魔術や不老長寿などを目的として、天然の物質に加工を加えて、新たな物質を創造しようとする、 錬金術や錬炭術が東西を問わずに発生した。中国では、早くからヒソや水銀が注目され、東心の半広氏は水銀利尿薬を発明したとされる。だが、同時に水銀中毒の記録も古くから存在していた。10世紀から12世紀にかけてギリシアローマの影響を受けたアラビア医学がイスラム世界で花開いた。薬学者としては、 イブンジュルジュル、アルガフィキ、イブンアルバイ、アルビールーニーらが知られている。こうしたアラビア医学の薬学知識は、ルネサンス期にはヨーロッパに伝えられ、レオンハート、フックスやパラケルスス、ヤンファンヘルモントのような博物学者、錬金術師によって授業され、さらにロバート・ボイルによって近代科学の基礎が作られて、科学的な薬学の土壌となった。また、薬学にも通じていた。 カールフォン銀年による分類法の確立はその後の薬草研究に大きな影響を与えた。日本においては本造業失注や新州本草などが天薬寮で採用され、寮内に薬園を設置したり、寮生国から中央に薬草を更新する規定が定められた。平安時代には日本最初の薬掻きである大道類受肩が表され、続いて 新婚助人によって本蔵和名が表され、薬草の和名が定められた。鎌倉時代には創意によるものと推定される薬種帳などが選出された。江戸時代に入ると本蔵項目が伝来し、続いて乱暴医学と共に西洋の薬学、博物学が伝来する。こうした動きに刺激されて、香川治安の一本堂薬船、勝つ牛山の 薬老本蔵、吉松闘道の薬事術などの著作が出された。近代的な薬学が交流するのは18世紀後期のことである。当時のヨーロッパは産業革命のさなかで都市部に人口が集中し、伝染病の危険性が増大していた。また、繊維産業における漂白、染色技術の発達によってもたらされた科学的な知識が、 薬学にも導入されて、天然薬物から有効成分を抽出、また人為的に薬物同士を合成する方法が確立された。1776年に、ウィリアム・ウィザリングが、ジギタリスから共振剤を開発することに成功し、続いて1798年には、エドワード・ジェンナーが、牛頭による天然痘治療の方法を開発した。1805年には、 フレードリッヒゼルチュルナーがアヘンからモルヒネを取り出すことに成功した。1887年に日本の長い長いヨシが魔王からエフェドリンを抽出した。19世紀後半に入ると細菌学の進歩によって新たな薬が開発されるようになり、ルイパスツールが狂犬病のワクチンを開発し、北里柴三郎が破傷風に対して血清療法を開発した。 1900年には、高峰常吉がアドレナリンを発見して、内分泌学を切り開いた。薬学の進歩は20世紀に入ってからも、急速に展開し、パウル・エールリヒ、ハタサ・ハチロウのサルバルさんに開発によって、化学療法が始まり、1929年のアレクサンダー・フレミングによるペニシリンの開発と1944年のセルマン・ワクスマンによるストレプトマイシンの開発は、 抗成物質の時代の幕開けを告げた。日本でも幕末から明治維新にかけて軍事的な必要から旧来の本草学から近代的な製造医学へと転換が模索され、1874年に大学登校に製薬学科が設置された。だが医薬分業制の確立がなされなかったことなどから医療薬学よりも基礎薬学が主導的な地位を得ていくことになり、 医薬分業が日本でも本格化する1970年代今つまでこうした傾向が続くことになる。だが、こうした薬学の発展がすべてにおいて良い方向に向かったわけではない。古代以来の水銀中毒やヒ素中毒の問題をはじめ、近現代に入ってからもサリドマイドや血液製剤などに由来する薬害の問題、耐性菌の発生など多くの課題を抱えているので、 ある、ありがとうございます。